ですか。面白いねこれ。意外でしょ。意外でした。こんなチームの監督やりたいよね。今回は解説者の松木安太郎さんをゲストにお招きして、J リーグ最強ベストイレブンと監督を選んでもらいます。松木さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうも。松木さんといえば、はい、ベルディ川崎の監督として93-94と J リーグを連覇しています。もうまさに偉業でしたよね。いやー、そうですよ。本当にね、チームの選手もそうですし、まあ、スタッフも含めてね、本当にまあ一丸となって戦ってたなというのがあの時期ですね。そんな松木さんに今回、選手11人と、監督を選んでもらいますが、はい、こう選んでみてどうですか、うん、難しかったですか。いや、難しいですよ。いい選手たくさんいますしね、はい、困っちゃうのが、あのじゃあやっぱこっちかな、この選手かなって思うと大体外国の選手になっちゃう。まあ、自分が関わってていろんな意味でですね、まあ、プレイヤーとしてだけではなくて、やっぱりメンタリティも含めて、例えば優勝経験だとかも含めてちょっと選んでみました。では早速、ゴールキーパーからお願いいたします。はい、私はね、やっぱりこの、まあ、時代を共にしたといいますかね、はい、なかなか相手にするには手強かったゴールキーパーの一人ということで、清水エスパルスで、93年に、J リーグデビューをしまして、93年セカンドステージの3節から6試合連続無失点ね、もうすごかったですよね。鉄壁でしたよね。鉄壁、うん、今でも覚えてます。 PK 戦かなんか入ってね、勝ちましたけどもね、うん、いやー手強いという感じはしましたね。いや、当時そのちょっとゴールキーパーの概念を少し変えた選手でもありましたよね。あ、そうですね、うん、まあ、手足が長くて、うん、まあ、大型の選手で、しかもあのブラジルイコールゴールキーパーってなかなかつながらないんですけど、そうですね、うん、そういった意味ではそのブラジルという国でそのストライカーがいい中で育ったゴールキーパーということで、考えてみりゃシュートがうまい選手を相手にしていれば、それはキーパーはね上達しますよね。、はい、キーパーの魅力をこうね、うん、なんか皆さんに教えてもらえた選手の一人じゃないかな。はい、はい、続いて、はい、あのセンターバック、まず一人はブッファルト、浦和レッズのブッファルト選手。まあ、浦和レッズというよりも、もう僕は90年のドイツ代表のね、あのストッパーって感じがして、まあ、リーダーシップも含めて取れてた選手の一人だと思いますしね、まあ評価できますよね。本当に当時はあのこういう選手は J リーグ来るんだっていう、まあ、ワールドクラスで戦った経験のある選手の一人ということで、まあ、僕はもう90年のワールドカップ見てますから、はい、でそのドイツとオランダの試合なんかもスタジアムで見てたんで、それ考えるとまあね、なかなか強烈な印象がありましたよね。そうですよね、はい、90年のワールドカップでは見事ねドイツを優勝に導いてますしね。そうですね、うん、あの時のその、3バックの雰囲気がまあ強烈でね、もうあの2人いても1人で守っちゃうみたいなね、はい、そういう勢いのあるチームでしたから、その1人がねブッファルトということで、もう1人センターバックはもうこれはね、もう僕のチームを助けてくれたというね、はい、ペレーラですよね、うん、まあこれ J リーグの一番最初の外国人プレーヤーとしては MVP を取ったのは初めてのストッパーですから、はい、まあストッパーで MVP を取れるっていうのはね、なかなか、うん、ないですけども、すごく評価の高い選手でしたし、まあ、僕は印象的にその練習もしっかりやりますし、若い選手たちに対してもすごくいい影響を持った、人間的にもすごく優れた選手の一人だということで、ペレーラを入れますですね。本当にヴェルディ川崎も松木監督の下で、センターバックも不動のセンターバックで、93、94年ともう2年連続 J リーグ優勝、 J リーグカップ連覇にも貢献して、もう文句なしの成績ですよね、うん、いや、 やっぱりこういう素晴らしい選手にその目を向けてくれたという部分では、まあ、日本のサッカーも変わりつつあるなというね、そういう期待も込めて、
当時は嬉しかったですね、うん、ここまではね外国人選手がついてますが、そうですね、はい、続くサイドバックはどうでしょうか。まあ、ここはねちょっと考えましたね、うん、もう外国人ばっかりになっちゃうんでね、うん、まあ、逆にこう酒井選手と、あ、まあ、富安選手、まあ、左もできるということを大前提にね、まあ、どちらでもいいんですよ。こうやって右に入らせてもいいし、まあ、この使い方はどうでもいいと思うんですけども、酒井選手はどうですか、その柏と浦和、はい、両方のクラブを経験していますが、どちらの印象が強いですか。まあ、僕柏の方が強いですね。あ、はい、じゃあ、まあ、こういうことですね、こういうことですけど、まあ、印象的には僕はこちらかなと。そうですね、うん、はい、ここでまあ評価が上がったのかなという感じがしますね。そして今は、まあ、逆に言えばその、経験値の豊富になった、まあ、ベテランサイドバックということで、まあ、これもまた評価できる。サイドバックで大型の選手ってなかなか出なかったんですけども、まあ、彼が最初かな、うん、ですごく攻撃的な能力も発揮できるということで、もちろん今ね日本代表の選手としても活躍してますし、まあ、ヨーロッパでも、各国プレーをしてきたということで、まあね、日本の選手を何人か入れたいですから。そうですね。いや、本当松木さんおっしゃる通り、この柏時代の酒井選手はなんかイケイケというか、もういや、そうです、もう自分のね、うん、もう欲したままにこうアグレッシブに前行くっていうね。だから今はもうベテランとしての味がありますから、いや、ここはやっぱり俺は抑えた方がいいなとかいうね、この辺のまあコントロールができるような選手で、まあ、これもまた魅力ですけどもね。当時の酒井選手と今の酒井選手、こう今でもねプレーして見比べてみると意外と面白いと思いますよね。あ、そうですね、面白いと思いますね、はい。で、左はまあ富安選手と右サイド被るんですけど、はい、まあ、富安選手ボランチでもいいですし、はい、まあ、ユーティリティということを考えたらいいのかな。まあ、多分彼のそのキャパからすれば右も左もその相手を抑えるということに関してはすごくいいセンスを持った選手ですから。もう中学3年の時にはもう飛び級でトップチームを練習に参加して、もう高校2年生でもう天皇杯の試合に出てたっていうね。そうです、やっぱりそれだけ経験値、まあ、若いなりに持ってる選手ですし、その体力面の、まあ、そのキャパシティもやっぱり高い選手ですから、いろいろ上がってくる選手いっぱいいるんですけども、その中でもまあ今その輝いてる選手の一人かなということで選ばせてもらいました。ちょっと意地悪な質問をすると、やはり少しこの4人に比べると、うん、J リーグの実績は少し少ないのかな低いですよ、ね、という気はするんですけど、まあ、代表での活躍といいますかね、うん、もう加味して、そうですね、うん、あとは、まあ、今所属しているチーム の, そのレベルとか考えて、まあ、評価を考えますといいんじゃないかなというふうに思いました。はい、はい、で、まあ、松木さんには僕は事前に回答をいただいているんですが、はい、まずはシステムをね、うん、442にしたんですよね、実は言うと、まあ、442というか、まあ、これでも十分いろんなシステムできると思うんですよね、うん、富安選手も上がれるし酒井選手も上がれるし、うん、まあ、ここに誰か、まあ、中盤の選手を今一つ下げさせても3バックになれるし、はい、ということでちょっと考えました。じゃあそのちょっと気になる、ね、中盤なんですけれども、はい、うん、まずは、まあ、今の話にもありましたドゥンガですね、はい、ドゥンガは、まあ94年の時もそうですし、まあ、このポジション取ったりこう上がったりということで、そういった意味ではこの流動的な352と442をうまくこなせる選手の一人ということで、まあ、ドゥンガ欲しいなと。でもう一人やっぱり、ね、頼れる男をね僕が入れましたね、うん、もう、まあ、彼 の, そのリーダーシップも含めてチームとして、まあ、こうコミュニケーションも取れますしね、だからいいかなという、まあ、攻撃的にここに入って、まあ、こういう形でもできますしね、はい、この2人が中盤にいるのはすごいですね。なんというか、いやすごいですよ、チームが引き締まるというか、はい、もうずっと引き締まってんじゃないですかねえ、ラモス選手なんか思い出はありますか。いやもう肝心なところで点が取れる選手の一人なんでね、うん、でチームのその流れなんかもよく分かる選手の一人ですから、まあ絶好調というか、
もう全盛期はとんでもないね、もう決定力のもありますし、いや素晴らしい選手だと思いますよね、攻守にわたってね、うん、だから特にその勝負強さという点では94年のサントリーのチャンピオンシップ、サンフレッチェ広島戦での、あの優勝も決めたそうです、はい、ループね、ループ見事でしたね、うん、あの現役時代を知らない若い人たちには見てもらいたいと思いますよね。本当ですよね。では、この残り中盤2人なんですけれども、はい、まあこれはねどういう形にしてもいいんですけども、はい、まあ、ゼイコをねちょっと入れたいですね、うん、まあ、こっち側でもいいしね、まあ、そしてすごいね、すごいですね、もう、うん、まあどっちでもいいですよ、はい、もう見ているだけでワクワク、もう鹿島アントラーズを支えたジーコ選手、うん、まあ、こういう形でもいいですしね、はい、こういうね、うん、まあダイヤモンドでもできるし、まあどのシステムでもいける多分メンバーじゃないかなと思います。もう全盛期のあれで集まったらまあ止められないでしょうね。そうですね、まあ、このダブルボランチでもいけるし、うん、面白いね、あねいやこんなチームの監督やりたいよね。ジーコ選手って鹿島だけではなく J リーグそのものにも多大な影響を与えた本当に功労者ですよね。まあ、監督もやってますしね、そういった意味ではまあ、日本のサッカーをこう引き上げてくれたって、まあ、そういった意味ではね、ラモスもそうだし、はい、まあ、ドゥンガもそうだし、ブッフワルトもそうだし、まあ、シジマールもという、まあ、そういう影響力のあった外国の人の選手ということも言えると思います、はいはい、じゃあヴィッセル神戸のイニエスタ選手の選出理由は、まあ、これは何も言わなくてもいいでしょう。ね、ここからのパスはまあどうにでもなるという何とかしろよっていう時にはもう何とかできる選手たちって感じがしますね、はい、しかもあの、まあ、ゼイコもそうですしイニエスタ選手もこの2人やっぱりこう日本の選手と同じようにそんなに大柄ではないんですけども、そのサッカーの重要性だったりサッカーの素晴らしいところをこの、まあ、体格ではないところで見せてるという部分ではすごく魅力のある選手の一人だと思うんで、うん、特にこの J リーグのねこの年その最優秀選手にはふさわしいんじゃないかなと、うん、本当にあのサッカーって強さとかパワーじゃなくてテクニックだけじゃなくてここにボールを置くだけで全然違うよってこうインテリジェンスを教えてくれた2人でもありますよね。そうですね、うん、そこは大きいですよね。だからしっかり守ったチームに対して守ってさえいれば必ず点が生まれるというね、そういうお膳立てをしてくれる影響力のある選手がやっぱ中盤にいるってこれは強いと思います。そうですよね、うん、はい、じゃあ残りこの前線がまあ2トップとなりますが、うん、どうですかこんな感じで選出理由は、まあ、聞くまでもないかもしれませんが、まあ随分ねもう答えが欲しい時に答えを出してきた選手ですからね。いろんな意味でね、でしかも未だに輝いてるっていう部分ではね、これはもう絶対いてほしいなという、全全ての選手が全盛期ということを考えたら相当なチーム力になるんじゃないかなという、取りたいところに取ってくれる、まあ逆にこのサイドに流れてゼイコなんかもいけますし、イニエスタだって前線に入っていける、そういった意味では流動的なプレーができる選手だと僕は思いますんで、ね、何かカズさんでこうエピソードみたいなのありますか。いやだからもう頂点が欲しいなっていう時は絶対俺が決めるからって言って出てって本当に決めて勝ってきたっていうゲームは僕は何試合もあるんで、それで活躍をして結果やっぱ初代 MVP ですからね。そうですね、もう占領役者ですよね。もうその通りだと思いますね、はい、では最後11人目どうですか、三笘選手、うん、面白いねこれ。面白いよこれ、うん、まあねいろいろ考えたんですよ、いろんないい選手いますよね、はい、でもなんか今ね輝いてる一人をちょっと入れとこうかなというのがね、いやとてもいいと思います。、うん、実際 J リーグでの活躍もセンセーショナルでしたもんね。そうですね、もう優勝も経験してますし、うん、まあ若いその選手でありながらまあ得意のドリブルで何人も抜いてね、
行くシーンも見せてもらいましたし、まあこれはふさわしいと思いますよ。このあたりからするとやっぱり松木さんがこう監督時代にこう、はい、影響を与えたというか、やっぱ一人ちょっと意外でした。意外でしょ。意外でした。いやこれでもいっぱいいますよ、はい、もちろんもちろんもちろん。ビスマルクだったり、あとはリートバルスキーだったり、まあジョルジーニョとかね、サイドバック、はい、ジョルジーニョとかいましたね。まあでもこのなんだろう、チームを引っ張ってなおかつ優勝に導いてという部分と、今輝いてる選手と、このチームにこの選手ありきっていう選手を、まあとりあえずピックアップしてみたなという。松木さんが一緒に戦ったこうセンターラインにね、このヴェルディ川崎の選手が揃っているっていうのもなんか一つ、うん、あそうですね、いいですね、特色かなと、はい、で最後このチームをまとめる監督ですか。監督ね、これもうね、自分の名前を挙げたかったんですけどもね、まあ、日本のサッカーをこうある程度その変化をつけられたということで、はい、逆にこの何でしょうね、ドイツでもないブラジルでもないスペインでもない、まあ、日本でもないという雰囲気を、そのこういった選手たちをどうやって料理するかっていう、まあ見たいというね、その気持ちも含めてオシムさんですね。しかもオシムさん、まあ日本のサッカー界は相当いろんな意味で変化をくれた監督さんの一人ですし、まあ、残念ながらね、亡くなってしまいましたけども、なんかこんなチームを見る機会があったら面白かったなっていう思いもありますね。まあ、あれだけ その若い力で優勝させたという部分では、逆にこういうベテランがいたらどうやってやるのかなっていうのも見てみたいなという、まあ、ちょっとそんな思いも含めてですね、はい、うん、どうでしょう、改めてこう監督も含めてこう選んでみてのこう感想は、うん、やっぱりその一人で決着できる選手がいっぱいいますよね。あ、はい、今のだからサッカーもちろんグループで その仕事も大事なんですけども、うん、まずしっかりと守れるというチームで、うん、まあ誰が一人で勝負してったとしても、なんか答えを出せる選手を比較的置いてみましたということ、はい、うん、だからまあちょっと変形ですけども、こんな形でもできるしですよね、うん、もうドゥンが一人でも十分だから、はい、うん、まあいろいろシステムもいろいろ考えられるから面白いんじゃないですかね、うんうん、イニエスタ来てもいいし、また三笘がこっちに入ってきても面白いしね、ここであんまり見たことないからね、まあ、こうですよね。でしかもしっかりとディフェンスラインは守ることもできるし、我慢もできるということで、まあ、両サイドからの展開もできるという、うん、運動量も豊富でテクニックもある、ゴールもできる、そしてスピードもあるということで、いいんじゃないですか。はい、はい、やっぱりこうした選手がね活躍してきた J リーグ創立30周年という、ね、そうですね、節目の年でもあります。期待したいことはありますか。あ、そうですね、僕は まず J リーグがもっともっとね、その皆さんにその楽しんでいただけるようなリーグになってもらいたいということが一つと、まあ、今外国にプレーに行きたいという選手が増えてるんですけども、うん、それもまあ確かに素晴らしいですけども、 J リーグでプレーしたいなっていうような魅力も含めて今後できていくといいなというふうに思ってますね。でまあ一つ、まあ、苦言を呈するなら、いい意味でも悪い意味でもそのサラリーマン化してきたって感じがするんですよ。ちょっとこう、はい、なんだろうな、落ち着いちゃってるというかね、うん、はいはい、いい意味ではすごくリーグというものがプロリーグという部分では安定感、安定度が出てきた、まあ、要するにそのプロの選手としての、価値観も上がってきたし、で悪い意味ではちょっとそれに慣れ親しんで本当に勝負 できてるのかどうかっていうところですよね。ですから、まあ、入れ替え戦の試合になると、なんかその情熱のあふれるようなね試合の展開というものが見れる。だからそれを考えると、もっとねバチバチのね、どの試合見てもやっぱり J リーグ面白いなって言えるようなプロフェッショナルのそのリーグだという部分がもっと欲しいかな。うん、ちなみに松木さんの現場復帰はないですか。いいですね、もうこういう選手集めてくれればねもういつでもオファー OK ですから、ね
今回本当ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、皆さんのベストイレブンも、コメント欄にお願いできればと思います。ではこの辺で失礼いたします。皆さんさようなら。楽しんでください。